電磁波過敏症。電磁波過敏症。電磁は過,過敏使用。または電磁場に起因する特発性環境負対症。電磁場に起因する特発性環境不対症。とは、ある程度の電磁波、イコール電磁場に暴露されると、体に様々な不調が現れる。電磁場にさらされることによって、健康を害するといった考えにより、ストレスが生じ、それによって引き起こされる。 様々な症状のことである。特発性、イディオパスクとは原因不明であることを意味しており、現状では明確な疾病概念は定まっていない。テトラサイクリン系抗生物質などの薬剤に抗栓過敏という副作用があり、少なくとも薬剤使用中に電磁波、可視光、または紫外線などに対し過敏になることは医学的に広く認められているが、この事象を 電磁波過敏症と結びつけるには無理があり、電磁波過敏症の槍玉に挙げられることはほとんどない。アメリカ合衆国の医学者であるウィリアム・レイによってエレクトリックルハイパーセンスティバティ、電気過敏症と命名された。電磁波及び電磁場の健康への悪影響については否定的な見方があるが、現在でも様々な疫学的研究が行われている。マラリア予防薬として よく使用されているドキシサイクリンには、紫外線、可視光よりも波長の短い電磁波によるものと考えられる日焼けが、優位に増加することが分かっている。現在までに行われてきた誘発試験の結果の多くが、自傷電磁波過敏症患者は、本物の電磁場にさらされることと偽物の電磁場にさらされる電磁波を照射したという嘘を言われることを区別すること、できなかったことを示したため、 医学内視は科学コミュニティでは、電磁波過敏症のことを病状とは認めていない。また、2005年の系統だった調査では、電磁波過敏症が電磁場によって引き起こされることを示す、科学的で説得力のある証拠を何ら示さなかった。さらに、二重盲検法による実験の結果が公表されてきたが、実験結果のどれもが、自称電磁波過敏症患者は、 電磁場の存在を検出することができず、本物の電磁場にさらされた後と偽物の電磁場にさらされた後のどちらにおいても、同様の体調不良を訴えるという結果を示した。世界保健機関、o は電磁波過敏症と称されるものについて取りまとめた、研究報告、ファクトシートナンバー296、日本語訳において、様々な症状の存在は、真実とした上で、 医学的診断基準はなく、その症状が電磁界暴露と関連するような科学的根拠はないとしている。また、この研究報告では、二重盲検により実施された研究から症状が電磁界暴露と相関しないとが示され、あるデータではこれらの症状が以前から存在する精神医学的症状、健康影響を恐れるストレス反応によるものかもしれないということも示している。 基本的なこととして、電磁波には、波長の短い順に、ガンマ線、X 線、この二つは放射線、紫外線、可視光線、赤外線、電波があり、電波にはマイクロ波から極超超波まであり、さらに細かく分類される。電磁波多敏症を主張する人々は、主として送電線や家電製品から発せられる、商用電源周波数、50、 60Hz と携帯電話や基地局等からのマイクロ波がその症状の原因としているが、携帯電話で用いられるマイクロ波と送電線から発せられる極超超波は、それぞれの周波数や波長の比が7桁ものオーダーに達するためにその性質が異なり、本来両者を同列に議論することはできないものである。両者の間の周波数には、テレビラジオ、電磁調理器、フィードがあり、 症状を訴えている人は、電波というだけで判断している嫌いがある、マイクロ波には、電子レンジの能力に見られるように加熱作用があるが、電磁波過敏症と称される症状で議論になるのは、加熱によって生じる、副次的な効果ではなく、電磁波そのものが健康に影響を与えるかどうか、という点である。放送局をはじめとする、各市無線局の周辺住人や、送信所で、 保守業務に従事する無線従事者たちが電磁波による健康被害を主張をしたことはなく、単なる体感不安だけで、携帯電話の基地局アンテナのみを目のあだにしている傾向が見受けられる。アメリカ合衆国では、症状を持つ約100人の人間が Wi-Fi を避けるためとして、住みを引っ越している。電磁波多敏症と称される症状は個人によって異なる。 世界保健機関の研究報告書、前述ファクトシートナンバー296は、電磁波過敏症は、人によって異なる、様々な一特定症状を持つのが特徴であるした、上で、いくつかの症状を挙げている。原因が何であれ、電磁波に由来する過敏症と主張されている症状は現実に生じており、患者にとって、日常生活に支障をきたすほどの問題となることがある。 以下の症状が報告されているが、因果関係の裏付けはない。電磁波による健康被害の防護を謳った商品、物品などが販売されているが、商品説明にはエビデンスの代わりに購入者の個人体験の談話などが紹介、掲載されている。電磁波の放射源を点とした場合、その強度は距離の事情に反比例種減衰するため、 携帯電話基地局周辺において人体が受ける。電磁波は人体から数センチメートルの距離で利用する携帯電話に比べてはるかに弱。マイクロ波ほどの波長の短い電磁波を遮断するには、導電性の金網などの遮蔽物ですっかり覆われた内部空間に人間が入る必要があり、電磁シールドをうたって販売されているエプロンなどは、 電場は遮断しても低周波事情は防護することができない。電源周波数領域の電磁場の場合、電線までの距離や電圧の他に、その配置が電磁場の強度に関係している。例えば家電製品の電源コードは、2本の導線が非常に狭い間隔で平行に通るため、その間隔よりも遠い距離では、互いの電磁場を打ち消し合う効果が強くなる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。